土屋の車の話。この番組は毎回車業界で働く方をゲストに招き、業界の裏側や奥深い車の世界をたっぷり語ってもらう車好きのためのトーク番組です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今週もお二人よろしくお願いします。土屋さん、はい、300万円ぐらいの車をね、はい、欲しいという、まあテレビ見てる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、はいはい、アドバイスお願いしますよ。まあ今300万って言ったら、やっぱり GR86 か新型 BRZ、うん、あとは GR ヤリス、うん、その辺だけど、まあ、4区はちょっと俺どうかなっていうのがあるんで、うん、やっぱこう GR86 もう走り屋はしょうがないですよねずっとそこにいましたよねもうずっとマニュアルに乗ってないと気が済まないの。あ、そうか。まずマニュアルの免許取らなきゃ。若い人の間に、はい、マニュアルがまたなんかね増えてるんですよね。これ嬉しいですよね。いや、めっちゃ嬉しいです。そうか僕はねミニのカブリオレがいいかなと思ったんですけどもミニカブリオレおしゃれですよ。いいですか。はい、おしゃれ。ちょっと女の子でもそうですよね。いや、おしゃれ。いいと思いますよ。ただね、300万円じゃ買えないので。買えない中古で買えます。いいですね。そんなことはどうでもいいですよね。では始めますか。前回はそのテネコジャパンの世界でも有数のシェアを誇るマフラーをテーマに、ね、たくさん語っていただきましたが、今週はテネコジャパンのもう一つの主力製品、車輪を支え衝撃を吸収するサスペンションについてお伺いしていきたいと思います。こっちもやってるんだよね。はい、びっくりですよね。ね、このサスペンションってのはいつからやってるんですか。これはもう今からですね、100年以上前になりまして、100年。はい、馬車の時代からですね。テネコ社は世界で初めてサスペンションを開発した会社なんです。馬車にサスペンションがついてたのこういうふうに。そうですね、はい、サスペンションといわれるメカニズムそのものを開発したのは私どもでございまして、うん、その中から今日ご紹介するこのダンパーというところをですね、はい、私ども世界に先駆けて。土屋さんね、レーシングカーってよくサスペンションが硬い、はいはいね、ほら普通触ると昔のアメ車なんかこんなんだったですよ、うん、でもね、なんか86の硬いやつがこうサッと硬いですよ。ガチガチですよね。はい、あれはあんなに硬くしなきゃいけないもんなんですかね。レーシングカーっていうのは基本的に、今の車って空力で走るんですよ。はい。だから空気で押さえつけて、空気で押さえつけることによって、ダウンフォースが得られて、で仮面の空気を調整するんですよ。それが乗り心地重視にするとこう動くじゃないですか。なりますね。はい、ね、こう動いちゃうと空気が乱気流起きるんですよ。だから、サスペンションをできるだけ硬くしてこういう動きをなくして、上物の空気の流れで押さえつける、下に流れる空気で吸い付かせる、これがこう動いちゃうと下の空気がもう大きかったり少なかったり、だからレーシングカーってほぼ動かない状態で空気で押さえつけて吸い付いて走らせる。なんか最近サスペンションを切り替えられたりもしません？なんかあれってどういう時に硬くしてどういう時に柔らかく？もう3つとかぐらい分かれてますよね。はい、今一般の乗用車でも例えばこう減騰力をこうハードにしたり柔らかくしたりってしますけども、やはり柔らかいもの、先ほど土屋さんおっしゃったように乗り心地がいいわけですね。ゴツゴツしない、非常に快適なセンチュリーのような、はい、非常に快適な車になるんですけども、一方で少しこう速く走りたいなと思うと、先ほど土屋さんおっしゃられたようにこう車が揺れてしまうと、この揺れたものに対してこう反発力が変わったりするとですね、こう車の制御がしづらくなるので、少し走りたいなと思うときにはハードに、奥様とか彼女を乗せるときはこう柔らかくして。そうだよね。はい、私もブランド展開いくつかありまして、そのうちの一つにはオーリンズというメーカー、以前土屋さんにも CM に出ていただいたんですけど、有名ですね。はい、オーリンズは有名です。レースをやっぱりこう中心にやってきますので、非常に硬いものであったり、あとは電子制御だったり。そうですね。その技術力、さらに見ていただこうと思います。テネコジャパンのサスペンションを開発している施設を取材したものです。世界有数のシェアを誇るサスペンションの担当者の開発にかける思いを伺いました。ご覧ください。テリーさん、土屋さん、番組レポーターのプロレーシングゲーマー山中です。今回もテネコジャパンさんの横浜テクニカルセンターに来ています。今回はサスペンションをご紹介いただけるということで、2名の方にお越しいただきました。エンジニアリングスーパーバイザーの石田裕樹さん、そしてエンジニアリングディレクターのバブーさんです。よろしくお願いします。今回サスペンションをご紹介いただけるということなんですけれども、ここ車今、ね、装着されてますけど、ここサスペンションですよね。そうですね、皆さんのサスペンションといいますと、こういったスプリングだとか、私たちが開発しているショックアブソーバーのことを言うんですけれども、実際はですね、この足回り全体のことをサスペンションと言います。はい、そうなんですね。はい、こちらのキャットモデルを準備しました。こちらがですね、愛車がいいね。愛車。これ面白いね。この中には普段はオイルが充填されていて、そのオイルがですね、ここにあるピストンと呼ばれる部品の穴を通ることによって、減衰、衝撃を受け止める力を発揮する、乗り心地を。そうなんですね。こちらが、はい、自社生産、はい、RP 計測室、はい、これは横浜です。これはですね、製品のですね、実験や開発を行っております。俺行った時見せてくれなかったよ、この社長。そう、このケチ社長。俺行った時見せないんだよ、なんか。もったいぶって。機材とかが。ダメじゃん。ね。ある感じです。テレビだと見せるんだよね。ここにあと計測する。相手見てるんですよ。相手見てるよね。はい。ちなみにこれはどういった機材になってるんですか？この2つの機材なんですけれども、基本的には同じ能力を持った機材で、はい、ショックアブソーバーをですね、実際にその機械に装置にですね、搭載して、上下に可視をして、実際この中のショックアブソーバーの能力ですね、はい、こういった能力があるのを測定することができます。はい、2台あるんですね。この黒いのと青い車あるんですけれども、中継車みたいな、両方とも同じものになる。あとあれみたいですよね、パリ高のさ、カズの。そうそう、こちらの方は従来型の高そう、この車は。はい、こちらの黄色と黒のトラックなんですけれども、こちらは主に電子制御のサスペンションの開発に使用されております。電子制御のサスペンション、早速行ってみたいと思います。今の車って高い車だとみんな室内で調整できるじゃないですか。ソフト、ハード、ミディアム、ここスポーツ、スポーツプラスとか。そうですね。かなり広々とした空間になっております。いや、こちらの機械テストをしていただけるってことなんですけど、トラックの中がミニ工場になってますよね。その現場へ持ち込んでですね、お願いします。乗っていただいて。数字からはわからないフィーリングをその場で調整をしてまた車につける。動いてるんですね、この時も。はい。おお。めちゃくちゃ速いですね、今の。はい。いや、なんか最初と最後のギャップがすごかったですね。はい。はい、見せていただいてありがとうございます。というわけで、テレコジャパンさんのショックアブソーバーについてご紹介をさせていただきました。石田さん、バブーさん、今日はありがとうございました。これ、はい、普通は見せないですよ。このテストもう見れなかったテスト車両は俺はこのトラックで、まあメーカー違いますよ、ガチの、まあ、ライバルとしたらトキコとかカヤバとかあるわけですよ。だからそのトキコの開発で僕 32GTR1990 年、これで開発やってましたよ。普通だったら5本ぐらい用意して、原子力の違うのを、それで現場に行ってサーキットでテストをして、だから3番目が良かったです、じゃあ会社に持ち帰ってまた作ります、現場でやっちゃうのこれね。おっしゃるとおりです。すごい、2台持ってるんですよ。本当だよね。あれだって1台いくらぐらいするの？多分本当に最高級車が買えるぐらいの。いや、奥で、いや、これ、なんだかんだ、すごいですよね。なんか、パリ高の神谷みたいですもんね。だって、もう、ここだけで作れちゃうんだもん。このトラックの中で、ダンパーが。テネコさんにて、ドライブを担当されている川本昭夫さんと池内健さんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。こちらですか。はい。まず、ちょっと、説明を。こちらがですね、モンロー。歴史はですね、1916年に創業したメーカーでございまして、今現状のこういった伸び縮みで、減衰をさせていくようなショックアブソーバーを開発したのが、我々の問答で1929年になります。それでももうね、やっぱりさあ、そしてこちらがですね、こちらが同じアメリカ発祥なんですけれども、ランチョというブランドでございまして、オフロードの四駆と、あと最近なんですけど、トラックベースのハイエースですとかキャラバン、こういった車にも採用して、今そういうのちょっとね、みんな遊んでやってますよね。ちょっと車高下げられた方ですとかいますよね。悪そうなの言われてる時にいるんだよな。でこちらのダイヤルでですね、先ほど伸び縮みの動作ですね、これを9段階に調整できるのはこちらのタイプ、これですね、はい、になります。でこれは高いね。さあそしてこれですね、これは我々がレースに使ったりして今で走り屋とか車好きはやっぱりね、こういうところに行っちゃうわけよ。オーリンズに行きますか。これはね、1本10万以上する。1本ですよ。これいくらですか。これはですね、辻さんおっしゃる通り1本10万円。10万円、40万円。はい。4本ありますからね。何が違うんですか。何が違う。いい質問だね。これはいい質問だ今の。これは調整式ね、硬さを。これは伸びがと縮みが、俺が言っちゃいけないんだ。喋りすぎなんで。そうなんだよね。ありがとうございます。まずですね、アピールポイントとしては、その伸びと縮みの減衰力を各々それぞれ調整することが可能です。それともう一つなんですけれども、ショックアブソーバーの他にガスを入れるタンクがこちらにございまして、はい、オイルとガスが別々に配置されております。専門用語で我々別タンって言ってる。別タン、別タン、タンクが別でしょ。あ、そうタンク別タンね。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。まあ通常ショック向こうのことも一言も喋ったじゃないですか。どうぞ。通常ショックアブソーバーはオイルとガスというのが同じ、要は筒の中に入っているんですけれども、こちらの商品に関しましたオイルとガスが別々。なるほど。はい。別だと何がどんなリミット？オイルをですね、その分ガスの部屋をこちらに移すことによってオイルの容量というのを上げることができます。はい。でショックアブソーバーというのがその上下運動を熱運動に変えるというような製品になりますので、当然オイルは多い方がいいというところでメリットがございます。ちょっと乗ってみたくなりましたね。そうですね。はい、実はですね、今回実際のそのテネコージャパンさんのサスペンションを使った試乗車ご用意しています。わかりました。ぜひ体感していただきたいです。乗らせていただきます。早速、はい、お願いいたします。ではテネコジャパンさんのサスペンション体感していただきましょう。はい、そう見えてますか？これは何ついてるんですか？これは問答のロングストロークのアブソーバーが装着されてます。スタンダードだ。スタンダード。はい。ね。はい。なんでがっかりしてるんだよ。いやなんか1本10万だってちょっと重いよね。さっきの流れだとね、さっきの流れだと俺もそう思ったんだけど。申し訳ございません。スタンダードの方がですね、新型用でございまして、旧型の商品で。実は僕これ乗ってました。この旧型のやつ。これが僕大好きで。これに乗るとどういう形になるんですか、これつけると。車高がまず上がっておりますので、ショックアブソーバーのストローク自体を伸ばさなくてはいけないということで、少し最大値を伸ばしております。それとともに、やはりその重いものが上に上がってしまいますので、揺れがやっぱり大きくなってしまう。その揺れをショックアブソーバーの方で抑えてやるというようなチューニングを施して。車高を上げるってことは、じゃあスプリングも長い。スプリングもはい、長いものがついております。赤い。見えてますよ。ちら見せしてますよ。ああ、本当だ。じゃあちょっとね、行きましょうか。マニュアルの方が楽しい車は。どうかな。ああ、なるほど。跳ねない。跳ねないですね。跳ねない。乗り心地いいじゃないですか。乗り心地いい。はい。跳ねない。普通。そうなんだよね。だから街中乗ってる時、特にこれなんだろう、マニュアルだからシュートチェンジのためにこうなるじゃないですか。普通だとなんないですよね。そっか、テリーさんは暴れる方が好きなんだよね。今みたいにシフトチェンジしても、はい、そういう車ですよね。そうですね。でもなんか車高が高いから気分がいい。あ、いいですね。なんかジムに車高を上げた方がかっこいいですね。いや、俺失敗したな、ジムに行っちゃったの。いや、乗り心地いいっすよこれ。でも普通ですよね。普通の軽ですよ。こんな車高を上げてもこんな乗り心地がね、いいですね。フラフラしない。しないですね。今ちょっとこれやってるんで、ほら、はい、しっかりしてます。いや、もう問答大したもんだな。十分ですね。十分、本当にこのスタンダードで十分。いやいやいや、乗り心地よくてびっくりですよ。びっくり。どうでした？いや、乗り心地が良くてびっくりしました。そうだよね。車高上がってるから、もっと乗り心地悪いのかなと思って、あとは上物がこう大きく揺れるのかなと思ってたけど、全然。そうだよね。すごいすごい。このモンローの足いいですね。いいですよね。いや、びっくりです。お二人ともニコニコ顔で帰ってきたんですけど、うん、どうでしたか？いや、僕ね、はい、シェラっていうかジムに乗せたんですけど、以前同じものが、まず楽でしたね。乗り心地がいい。いいですよね。だって普通考えたら、車高を上げたらどうせ硬くてガタガタするんだろうな、で上物がこう動くだろうな。全然なかったですよね。だからもう疲れないんですよ。以前乗ってた時とは違う。そうそう、だから多分それこそね、家族で乗った時にジムに行ってほら、自分乗ってる人は意外と気持ちいいんだけども、横の人がね、結構なんか酔ったりするんですよ。結構こんなになっちゃってないですよね、これ。皆さん、これだからやっぱジムに専用で開発してるからね、もうピンポイントで開発してるからいいわ。これからサスペンションってどんな風に進化していくんですか？そうですね、やはり今電子制御といってですね、一番新しいものはこの路面の状態を走りながら見てですね、突き上げ、例えばこう少し障害物があったり、溝があったりするのをセンサーで検知して、それを予測して事前にこうダンピングフォースを変えておく。だから乗り越える前にそのサスペンションで逆に調整するというような、そんな技術が今 AI、はい、おっしゃる。そういうのはできてくるんだ。もう近いんですか、そういうの。そうですね。いや、最終的にさ、オーリンズが1本10万でしょ。はい。で、そこからオーリンズは自分の手でこうバンプリバンプ調整しなきゃいけないけど、自動になったらいくらになるの？ねえじゃなくて、ねえじゃなくて、社長自分がやってるじゃん。話はね、つきませんけど、そう、話はつきません。今回はここまでということで、また次回はテネコジャパンの鶴山社長の車愛に迫ります。もうね、わがままなんですよこれは。なんと社長の愛車も登場しますよ。はい、ということでこちら大阪工場の事務所に来ています。こちらで働いている陣内さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。陣内さんはこちらの大阪工場でどんなお仕事をされていらっしゃるんですか？はい、私はSCM といってサプライチェーンマネージメントの略なんですけれども、はい、生産で使う部材を調達するところからお客様の手元に渡るまで、そのサプライチェーンの生産物流のプロセスの中で、一連の流れを管理して、その中で高収益化だったりとか業務の効率化を図る業務をしております。はい、この工場の縁の下の力持ちということですね。そうなりますかね。はい、テネコジャパンの好きなところを教えてください。急成長している会社ということもあって、伸びしろがすごくあるところが所属してて楽しいなっていうふうには感じます。はい、今言葉からもすごいこう笑みがこぼれるぐらいの成長を多分ご自身でも感じていらっしゃるところからですね。そうですね、はい、私はまだこの会社に入って2年ちょっとなんですけれども、その中でも本当に日々変化と刺激が毎日あって、なかなか、ね、普通の会社では経験できないことが経験させてもらえてるなっていうふうには実感してるので。はい、それが私自身の成長にもつながってたりしたらいいなって思ってます。はい、きっとつながってると思います。というわけで陣内さんにインタビューさせていただきました。陣内さん、ありがとうございました。はい、ということで続いては古井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。古井さんは一体テネコジャパンでどういったお仕事をされていらっしゃるんですか？もともとはここのお部屋でやってる、外観検査、はい、製品の外観検査をやってたんですけれども、はい、今はちょっと後輩ができまして、はい、ちょっと私は違う仕事をしてるんですけども、はい、その仕事というのが不具合品が出た時にサプライヤーへこんな不具合が出ましたよっていう連絡をして、はい、で向こうに、改善依頼っていうのをしてもらう。なんて言ったらいいんでしょう。このレポーターのような。そうですね、はい、こんな不具合が出たんでここちょっと改善してくださいっていうような、今はそんな役をしていますね。外部とのそのやり取りをされていらっしゃるということですね。そうです、そうです。はい。そして古井さんがこのテネコジャパンの、その先ほどのお話もありましたけれども、好きなところを教えてください。好きなところは、さっきのところにもつながるんですけれども、やっぱり話しやすいんで皆さん結構優しく接してくれてるんで、はい、そんななんかいがみ合うっていうこともないですし、違う部署の方とも割と円滑にコミュニケーションをとって仕事は割といい方向に進めるような環境だなと思ってます。なるほど、もう素晴らしい、もうここに居続けたいというような職場ということですね。そうですね、働きやすい職場ですね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで続いては中村さんにお話をお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。中村さんは普段このテネコジャパンでどういったお仕事をされていらっしゃるんですか？いわゆる工場人事と呼ばれる、人事関係と、はい、あとは安全衛生も私が担当しています。はい、安全衛生というお話もあったんですけれども、具体的にはこの工場の中のどういったところを安全衛生として見ていらっしゃるんでしょうか？そうですね、危険なところがないかっていうのを、月1で安全パトロールをしてみたりだとか、あとはそれをですね、各部署、代表者がいますので、その者たちと会議を行って、こういうところはリスクがありそうだというところを見てもらって、それに対して改善をしてもらう、その進捗管理であったりとか、あるいはその会議のリードをしたりだとかするようなお仕事をしています。なるほど、その皆さんの意見を受け止めていく、いわばお母さんのような存在というふうに考えてよろしいでしょうか？みんなそう思ってくれてるかわかんないですけど、はい、いやでも皆さんきっとそう思ってくださっていると思います。ありがとうございます。はい、そちらの人事のお仕事されてたということで、ぜひこのテネコジャパンに来ていただきたいような人っていうのは一体どんな方なんでしょうか？教えてください。そうですね、チャレンジング精神のある方にぜひ来ていただきたいなというふうに思います。はい、自分からこういうことがやってみたいとか、あるいはこういうことに挑戦してみたいとか、そういった思いを持って、でそれをこう実行に移せる方っていうのが、ぜひちょっと弊社で働いていただけたら嬉しいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ぜひそのチャレンジ精神のある方、テネコジャパンで働いてみてはいかがでしょうか？はい、ということで中村さんにお越しいただきました。中村さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。